取引先で心が修羅場になった話。私はキャラの成果会社内でも取引先でもとにかくいじられやすい。普通の人だったらスルーされるような小さなミスも八つ当たりみたいに指摘される。車関係の部品のルート配送をしているんだけど、あまりにいじられるから、所長にも、もうあそこには行かないでいいよと言われることがよくあった。ある取引先に、そんな私にも、すごく優しくしてくれていじらない事務員さんがいた。すごいクールで美人。だけど、こういう会社では、ここは、こうした方がいいよ、とか、よくアドバイスをくれるんだ。私は、部品屋だから、車屋さんって、どういうシステムかよくわからないから。とりあえずその通りにしたら、ちょっとは気が利くようになったって言われるようになって嬉しかった。だから、このお姉さんともっと仲良くしたいと思ったんだよね。褒められたことを伝えて、もっと教えてくださいってお願いしたのね。その時は、にっこり笑ってくれて、仲良くなれたと思ったんだ。で、別の日に、そのお姉さんと普段通りのやりとりをしたら渡した納品年表お姉さんが伝票について。いつも思ってたんだけど、ここのところ、こういう風にならないかなーって珍しく愚痴った。愚痴なんて珍しいから、なんかあって落ち込んでるのかなと思って。伝票を作ってるのは、うちの会社の内勤事務員で、取引先の事情とかはわからないから。しょうがないことだけど、現場を知らない人間って嫌ですよね。愚痴ならいつでも聞きますよ、って明るく同調して励ました。実際、私もそう感じていたし、最近仕事にもやりがい感じるようになってきた頃で、お姉さんと同じように考えられるようになって自分も成長したなぁなんて考えてた。でも、突然修羅場がやってきた。お姉さんが、私をじっと見つめて低い声で、あんた仕事舐めてるの?って言ってきた。本当に突然で驚いた。たまたまイライラしてたとしても、いつもとキャラ違いすぎて、なんて返せばいいかわからなくて慌ててしまった。黙っていたら、いつも思ってたんだけど、あんたの仕事って何なの?部品運んでくるだけ?そんなの免許あれば、高校生だってできるよ。他の事務員さんも、笑いをこらえているしいつもは優しいのに、いきなりいじる方に来たから、すごく裏切られた感があって思わず泣いてしまった。これが第一の修羅場。会社に帰っても、あまり、次の仕事が手につかなくて、その日は早退した。だいたいこういうことがあると、次の出勤の時に、所長にもう行かなくていいよって言ってもらえるんだけど、今回は言ってくれない。心を落ち着かせたくて、今日まで有給もらったけど、連休が明ける明日、その会社に、また配送に行かないといけないのが第二の修羅場。ほんと顔合わせるのが辛い。明日はいつものお姉さんに戻ってますように。